明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。バティック主催黒田郁夫です。アナザバティック、1回目は、笠井明先生をお招きして、バティックにとても素晴らしい作品を振り付けていただきました。アナザバティックというのは普段、黒田が振り付けをして、作品を作るというスタイルをとっているバティックが、外部からですね、偉大な本当に偉大な振付家をお招きしまして、もう油で言うのもなんだ大変偉大な振付家をお招きしまして、バティックのために作品を作っていただくという非常に貴重な機会です。はいはい、第2回目ですね。そうしまして、この第2回目に佐田達恵先生をお招きして、新作を振り付けていただいているということで、はい、なぜ佐田先生にこの依頼をされようと思ったでしょうか。2年前に佐田先生が、父への手紙というずいぶん前の作品ですね、を再演されていまして、でそれを発見した時にものすごく感動いたしまして、以前にですね、実は他の作品も拝見したことがあったんですけれども、ずいぶん昔の中学生ぐらいの頃で、でずいぶん時間が経って久しぶりに佐田先生 の作品を拝見して度肝を抜かれまして、でもうすぐにバティックに振り付けをしていただきたいと思った次第です。私の中では本当にピーター・ブルックとかピナ・バウシュとか肩を並べるというか、むしろそれ以上という天才だと思っております。それを父への手紙という作品を拝見した時に痛感いたしまして、お願いしお引き受けくだすってこの運びとなっております。はい、そうしましたら、もう一作品今回同時上演ということで、はい、波と暮らしてを再演されますが、はい、そちらの作品のことも少しご紹介していただけますでしょうか。はい、波と暮らしてはですね、2015年に、初演いたしました、オクタビオ・パスというですね、ノーベル賞も取られている南米の作家で、彼が書いた短編小説で同名 の波と暮らしてという小説がというか詩というかがあります。でそれをですね、随分前に知人のですね、映画監督の方にプレゼントしていただいて、で読んだことをずっと忘れてたんですけれども、ある晩ですね、ショパンのノクターンをレコードで聴いてましたら、その随分数年前に読んだ、波と暮らしてがですね、イメージの中で取り出しまして、ですぐにこれは作品にしなければいけないと思いまして、素晴らしいダンサーであり、振り付けも自身でされる柳本雅弘さんをお招きして、その時のファーストインパクトそのままですね、ショパンのノクターン、ルビンシュタイン演奏の素晴らしい版です。でそれをそのまま使って、2人で丁寧に作ったという、2年前に上演をしたものですけれども、佐田先生の今回振り付けくださる作品だったりとか舞踊作品がこう再演に恵まれるということが非常に難しくてですね、でカンパニー作品であればカンパニーを頑張って維持していればなんとか再演できることがあるんですけれども、こう柳本雅弘さんと作った波と暮らしてっていう作品も再演の機会を得るっていうのが難しいかなと思っていたんですけれども、これを再演してまたその佐田先生が作ってくださる作品であったりとか他の作品も再演の機会に恵まれるようにという願をかけてというか願いを込めて、同時上演の形を取らせていただきます。はい、聞くところによりますと佐田先生の作品の方は群舞で力強い作品になるのではないかなと思います、はいはい、でまた反面デュオという静かな作品を同時に上演されるというところで、皆さんに見どころといいますか、ダンスを見たことがない方にもぜひお声かけができるようなメッセージをいただけますでしょうか。まず佐田先生の作品をご覧ない方々ぜひご覧ください。日本が誇る、偉大な振付家です。で私たちのカンパニーの力がそれに追いつくかどうか
精進あるのみなんですけれども、佐田先生の作品をぜひ多くの方々に見ていただきたいです。御年85歳でいらっしゃいますね。60年以上振り付けをこう続けてこられた、しかも傑作を作り続け生み出し続けた方です。絶対に見逃さないでください。で、波と暮らしてはですね、とても静かな野草曲に合わせて踊る作品ですけれども、ゲストダンサーの柳本正弘が日本が誇る本当に素晴らしいダンサーです。なかなか見ることができないんじゃないかなと思います。素晴らしいダンサーっていうのが日本にねどれだけいられるかというか、やっぱり海外にどんどん出ちゃったりとかしますけど、彼の踊りをぜひ見ていただきたいと思います。見どころ他にもたくさんありますけれども、以上の2つはマストです。はい、はい、どうもありがとうございました。ぜひお越しください。劇場でお待ち申し上げております。